はい、こんにちは。今回はね、こちらシボレーカプリーズってことです。で、この車になるんですが、この車もですね、今では なかなか。これも、まあ、ある意味この まだ新品ではまだ買える車ではあるかなと思うんですが、まあ店によってはもう置いてなかったり、してですね、船橋とか、千葉 のトイザラスがあるんですけど、そこでは確かにこれなかったですね。で、なかなかこれを車に出さないやつないんですけども、こちらがですね、シボレーのカプリーズ。これは、1975年型ですので、1969年から、1976年に発売されたものですね。で、これは、カプリーズの他にもインパラ、ベルエア、ビスクエンと呼ばれてた、車たちですね。で、これは、シボレーのフルサイズ兄弟は60年代初頭にはすでにテールフィンなど派手な設備シニアデザインはなくなっていたが、69年モデルチェンジで外見はさらにプレーンなスタイルに。ホイールベースは119インチ、3025m で従来と変わらなかった。71年には再びモデルチェンジして、ホイールベースは 121.5 インチ、3090mm となった。70年の時点でラインナップは下からビスケーン、ベルエア、インパラ、カプリーズであったが、ビスケーンは72年、ベルエアは75年かけてで消滅した。カプリーズは73年からカプリーズクラシックという。インパラに設定されたコンバーティブルは75年まで作られた。また GM クリザイズ全体で75年には2ドバラ、そして75年にはフォードはハードトップ2区が改善。シブレーは以前からグリーンなどキャタラックの古いモデルに印象を与えられていたが、71年からは全体のボディシェルもキャタラックに的になった。で、グリルは毎年個変更されたが、カプリーズは75年から両側でファンのないプレーンな顔つきとなり、76年にはインパラも添い寝したが、カプリーズはさらに角型ライトを採用した。エンジンは72年時点で直力 4.1 リッターの他に、ブリカチ 5.7、6.6、7.4 リッターが搭載。で、75年にはただアメリカ車同様に普通が付けられて、70年代にはフルサイズ全体の売り上げが落ち、フルサイズシボレーはアメリカで最も売れるモデルであってもいいから、75年には全米3位、76年には4位に転落。で、77年にダウンサイズされた、車なんですね。で、これが、シボレーのカプリーズというのがね、なかなかカプリーズいいですね。この頃の70年代の、自動車というのはバカでかかった、でっかいです。で、50年代はさらにバカでかかったんですが、70年代にもバカでかかった。ただ、70年代になると、後にですね、石油ショックっていうのが、石油ショックっていうのがありまして、まあ、日本でもその一時期トイレットペーパーが買えないとか、そういう騒動が起きてしまったんですが、まあ、それでガソリンの価格が高騰して、こういうふうにアメリカ車ってバカでかかったんで、で、リッターも4とか5とかだったんで、もうそういう車がほとんど、燃費が良くてリッター7ぐらいだったんで、まあ、それでもうガソリンの価格が高騰するってことで、アメリカは当時大打撃を受けた。まあ、アメリカは当時、威張り腐ってたわけですね。アメリカというのは戦争でも勝ったし、世界一強い国だと。だから世界一強い国だから、バカでかい車をどんどん作れば売れるんだって、バカでかい車を作ってたんですが、まあ、それがもう反省したわけですね。70年代にオイルショックを受けて、ガソリンの価格がぐっと下がったんですね。で、それで、その後、まあ、これからはバカでかい高級車じゃなくて、小さな高級車を作ろうって言って、まあ、日本、それでも日本だったら、セドリックとかね、クラウンとか、あのくらいでかくなってしまうんですが、まあ、3000cc とか、2500cc ぐらいのでかい、まあそれでも日本から比べたらでかいんだけど、アメリカに比べたらまあスモールサイズっていうんですかね、ちょっと下の、ちょっとちっちゃいサイズとして作ってたんです。当時は 4000cc、5000cc なんて当たり前のような車でしてね、日本でそんなバカでかい車乗り回せないですけど、
もう日本でそんな 4000cc、5000cc の車買ったのに買わせてください。税金がすごいですし、まあそんな車でのこんな道の狭い日本の道なんか走ってくださいよ。ね、もう嫌がらせかってぐらいですね。そんなものが来たらもう思われますからね。ですからもうそれぐらいやっぱり当時はアメリカはその70年代のオイルショックで大打撃を受けて、で車がそのちっちゃくなっていったんですね。ただまあこれからの高級車のある時代ってのは日本もそうなんですけどね、大きな車が売れる、大きな高級車が売れるってのは日本はある意味こういうイケイケのアメリカの時代があったから、まあその印象が強く日本人の間にもう残っちゃって、ですからもうバブルの頃からずっと今現在までバカでかい車がね、いいんだっつって、アルファードだとかエルグランドとかそういうでかい車がね乗ってるの多いですけども、クラウンもでかくなりましたね。だからああいうでかい車よりこれからの時代の車ってのはもっとちっちゃかい車になるんじゃないかって私もそう思うんですよ。他の人も言ってたんですけど私もそう思うんですよね。もうちょっとランクが下がって 2000cc とか、もっとちっちゃかいやったら 1200cc とか 1500cc ぐらいのちっちゃかい高級車、ああいう車がこれからの時代は増えていく、あれはそういうちっちゃかい高級車が必要になってくるんじゃないかなと思うんですよね。だから日本だと 2000cc でもギリギリですから、 2.5 とか3000なんてでかすぎてですね、日本の車なんです道路には合わねえんですわな。日本の道路ってのは大昔の基準ですからね、もう50年前、60年ぐらい前、70年近く前の、道路の幅で計算してやってるから、それで時代が進化してきたから、車がどんどんでかくなって、道路はちっちゃくなって、道路は変わらないので車の幅がどんどんでかくなるっていうね、こんなバカげたことやってるわけですから、ですからまあこれからの時代ってのはそんな大きな車をやめてちっちゃい車にした方がいいんじゃないかなと思いますね。ただこういう車が日本では走るもんじゃないですね。日本でこんな車走ったらもう邪魔でしょうがないですよ。もう対向車だってすれ違うのがギリギリっていうかね、初心者の人がこうやって走ってきて、真正面から走ってきて、真ん中でこう前からこんなバカでかい車が走ってきたらもう避けるのに一苦労ですよね。でもまあなかなかそれがこのアメリカのいいところでもあるんですけどね。でこういう風になっていて、非常にこう中も豪華でね、ふかふかのシートで、後ろもこういうね窓のがちょっとこうくぼんでた形してて、なかなか面白いですし、前もこういった面白い形していて、ちょっとキャデラックを思い起こさせるようなそういうデザインっていうのがなかなかこういう高級車の落ち着いていいなっていうねデザインですね。というわけでどうもありがとう。